目がめっちゃ痛い。で、鼻の下も赤いの隠す時間なくて、そのままで。ごめんなさい。<laughs> 今隠そうかな。鼻の下真っ赤か。おかえりなさい。ただいまー。今日は素敵な一日になりました。<laughs> まさかのまさかで。しかも、ファンの方もね、皆さん。 見てくださってて「だ、だ、だゾン」「ダゾン・ゾンパテレ・ジスポーツさん」<laughs>「見つけたよ」っていうたくさんスクショを貼ってくださりありがとうございます <laughs> 終わってねいつも定期的に英語させてるけど見てびっくりしましたおかえりでただいまー 受験さんもいいらっしゃい今オリックスバファローズの現地観戦から帰っていきましたはるです明日のお昼12時までオンラインお話し会個別握手会そして個別しゃ会肩たたきこの2つが1つになってるもうと3種類あるので是非会いに来てください今日見かけてくださった方は絶対来てください。<laughs> 今見てくださっている方もみんな絶対来てくださいお待ちしておりますこんばんはこんばんは野球好き女子ですおお話しましょう一緒に野球の話しようお気軽に来てくださいアイラインも取れかけてしまってるいろいろ そのままやわ <laughs> ごめんなさいねカレンタに会いたい会いに来てよー握手会などなどドンキに試合見てたのにカレンタをちょっとびっくりしてほんまほんま見ち来てくれた <laughs> めちゃくちゃ映ってるやん <laughs>。 お疲れ様ただいま FFF さんありがとう提て出してくれてるまとめにも出てたピロちょっといっぱい褒め言葉書いてきてまとめに <laughs> さすがーって <laughs> 書いてきておかえりなさいただいまもうラストどうなるか分からん試合の展開とかドキドキしたけど楽しかったです今日も元気もらいました 楽しみありがとうサクパツイートも見たよアメリカからおはピロもうアイムスリーピンです今もう,うわわっていっぱい興奮しすぎてもうくったくた抜かりすぎやろマジ <laughs> でそんなにえジからお家でいつもパテレさん見てるんよだからそこに自分が映ってたっていうのが想像できへんくてこの。 テレビの台画面に自分が映ってたのが、しかもピロピロの9秒って書かれてたから、9秒も映って写してくださってたみたいで。嬉しかったです。怖く応募したよ。嬉しい。みんな来てください。横浜遠征決定しております。ありがとう。けんた君、こうちゃんはこうやつこうやって怖く応募した。嬉しい。応募したよ。報告、皆さん待ってます。 お気軽に来てください初見さんもそしてあの何度も来てくださっている方はもちろん絶対来てください鎌本から初めてに来ますめっちゃ嬉しいありがとう豚バラ t シャツさんお待ちしてます痛めなく食べてました <laughs> 食べてた <laughs> 恥ずかしい <laughs> めっちゃ食べてたでもあのレオ様の方食べてた レオっってめっちゃもう今日も今日もレオをめっちゃ叫んでそうしかもあのレオ様のドッグ半々で味違うくて辛いやつと辛くないやつじゃないけど何も考えずに普通にママに入って1個渡したよそしたらそっちがめっちゃ辛いやつだったみたいでママちょっとそう口の周り「痛い!」ってずっと言ってたはい彼は無事やったけど食べてましためっちゃ頬張ってたしかも しかもあれやであのいてまドッグも食べてレオ様の食べてレオ様売ったしほんでラオウさんのドリンク飲んだら飲んだ直後にラオウさん売ってくれはったしでも彼あの今日の試合のラストのラオウさん大好きすぎてもうちょっと写真保存しちゃった <laughs> オリックスバファローズ出てないちょっともうつボすぎてつボすぎてねはい保存しちゃいました 野生のカレンダーと思いながら、そっと追い抜かして家へ帰ってきた。ええええマジおったんおったのおったん <laughs> お久しすりのショールームななこちゃーん。ありがとう。ぽちぴろって、ありがとう、おじいちゃん。こんばんは、こんばんは。<laughs> 他のメンバーが X でショールームしてる間に野球中継でアピールする原さん、さすがですよ。 <laughs> たまたまですやんでもこれ大きになんかいろんな野球ファンの方だとかオリックス好きな方があっカレンちゃんやってなんかちょっとでも思ってくださった時間があったなら嬉しいしあのいっぱいねさっきもツイートとか見てたら「握手会取ってみた」とか言ってくださってる方もいてめっちゃ嬉しいのでぜひお気軽に来てください。野球好きな皆さん野球のお話ししましょうほいで今ね見ててくれてる 野球とか特に興味ないという方でもぜひねいろんなお話ししに彼に会いに来てくれたら嬉しいのでぜひ会いに来てくださいワーニンさすがすぎるそれな平野さん平野さんまで見れてやばないニーニーさんニーニーさんも見てやではい平野さんも見てからの平野さんでしたもうやばい,やばいしかもね吉田,吉田甲子園投手も出たし 叫んだよね、もうみたいな自分見ちゃった感じ、<coughs> 嬉しかった。<coughs> めっちゃ嬉しかった。おお。本当。本当。フンターは平野敏夫出てきた時って心臓持ちますか。えー、もう待ってましたーってなっちゃう、彼、ちょっと変わってるね。なんか、ツイートでも。そう。<laughs> あの平野劇場見た後とは思えない表情みたいな感じ <laughs> でわも彼ピっぺん様出た時ピっぺん様ーって言っちゃうくらいめっちゃ嬉しいね大好きなんです毎回信じてます最後までちょっとちょっと一瞬あれ今,日今日はちょっとまずいかも<笑><笑>って正直思っちゃうけどああごめんなさいってなる最後 <laughs> やっぱりバシッと決めてくださるからちょっとそんな 今日はあかんかもとか思っちゃったのほんまにごめんなさいってめっちゃいつも申し訳ない気持ちでいっぱいになるんですけど <laughs> そこがでも推しポイントです平野さんのフロムシンガポール Hi nice to meet you Thank you coming today 先日一番をし,してる選手はもう、ね、正直発行時なんですでも強いて言うなら平野と推が好きですあのねユニフォームの後ろにも 実はうよピロピロちゃんって書いてもらってるんですけど危なっ見えへんないっぱいねサインを書いてもらってるんですけどちょっと見える見えた見えた <laughs> ピロピロちゃんって書いてもらってるんですけどこれもあの宮崎のキャンプに行った時に平野投手に書いていただきました。 し <laughs> しいいすごく嬉しいレオ最高それなわけでもうレオレオ大好きなんですレオーってめっちゃ叫んじゃうもうめっちゃ叫んじゃう大好,大好き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 なんです大阪行くよってえ来てくれるのありがとう嬉しい全部もしこミでほんまにいつもありがとうレイクちゃん,なん,ちゃんありがとう ツアーに並んでるときカレンちゃん前にいましたやば <laughs> もうちょっとお気軽に声かけてくださいいや可愛いカレンにハートなのも指輪右にしてるリンゴです今左手やけど人差し指なので、ね、オンラインとリアル追加しといたほんまにありがとうイサムさん みんなぜひあの何回も言ってるんですけど個別握手会ホイデえっ、ー、と肩たたきゃんのしゃめ会オンラインお話し会があるのでぜひ来てくださーい。取ったよ報告待ってます明日のお昼12時までの受付なのでぜひ,ぜひぜひぜひ応募してくださいに、ね、来てください。 オリフをしてたね。ありがとうオさん。また話しましょう。雪の話しよう。みんな来てください。ぜひ本当に待ってるのでいっぱい会いに来てください。野球のお話も野球以外ももう大歓迎なので彼に会いに来てくだされる方みんな大好きなのでほんまに来てほしい。受付中でーす。みんな会いに来てください。 京セラでしか会ったことないから17日申し込みました。劇場は旦那行かないから一人だけど。ええー、嬉しいありがとうありがとうございます。あら、ちょっと旦那さんお留守番だけど、ぜひ腹カレー、うちわなど持って会いに来てください。あ、でも京セラってことはオリックスのユニとか来てきてほしい。ぜひ。待ってまーす。あ、カレンタの握手券シャメ会申し込みました。え、嬉しい。りさんありがとう。 同世代のクレマヨ選手もう応援してます応援してます秋田コミね吉田光生投手もそして小池田さんもですよね今日出てらっしゃったナイスピッチングでしたそうめちゃくちゃさ箱欲し正直言うとみんなそラオスも最高やね今日ねめっちゃ良かったよねおり,おりほーおりほーありがとうございますこんばんは 今週すででに現地2回目でめっちゃ行くやんちょっと彼のとこ来てよひどないひどない急におらんくなるしひどない <laughs> 待ってるでまた来ておしゃ毎回かわいいカレンダーの聞きましたやばでもそれくらい毎試合めっちゃときめくんですあーめっちゃいいってなるしなんかもう心の底から皆さんのことを応援したくなるし応援してる瞬間がすごく楽しくて。 はい気持ちいいです楽しいですなる尾さんが転んだしてますね <laughs> してへんわー <laughs> マーゴさんと誕生日は一日違いなんですえそうやんね見た見た見たツイートあれ一緒じゃなかったったけ1日違いやったっけ おおお祭りから直行しますわって横浜待ってるねルマパいっぱい来てな待ってるな,待ってるなグルメのもさまた載せるからちょっと待ってて野球以外のこともまた載せるから待っててなえっあの TikTok に載せた動画とかのをまたちょっとしようと思ってストックが多分3シリーズくらいのしなんかストックあるんやけど編集できてなくて追いついてないからちょっと編集お待ちください 待ってて。毎日、今日、白井応援行ってます。え、めっちゃ素敵、いいな、羨ましい。汗変わったね。そうなんです。変わりました。ナチュラルピロちゃんになっちゃいました。オリックスの話したいので、あ握手会とりますね。嬉しい。ふっかさん、ありがとう。今日、後ろの席いました。最後手振ってしまう。あ、分かった。どの方かカメラ持ってた方よね。こんばんは。嬉しい。ショールームも来てくれてる。 ぜひ皆さんもう終わっちゃうけどさあとちょっとで配信終わっちゃうんですけど明日のお昼12時までですオンラインお話し会オンラインお話し会はテレビ電話みたいな感じでこんな感じでどこからでもご参加いただけるお話し会とあとは現地に来てくださったら個別握手会そして肩たたきしゃべ会のイベントがあるのでぜひね皆さんのお顔を見ておしゃべりできるイベントってなかなかないんですけど。 そのイベントの受付が現在してて明日のお昼12時までだとお申し込みできるのでぜひお申し込みして会いに来てくださいお待ちしてますピケポン増やして先発復帰も叶えたいです応援よろしくお願いしますいつもね来てくださる方は絶対来てくださいねわけはダメですよ でも初見さんもお気軽に野球の話もだしでもそうとは限らずねいろんな話をぜひ野球以外でも大歓迎なので来てくれるとめちゃくちゃ嬉しいですぜひファンになってください <laughs> そしていつも応援してくださってる方はもういっぱい喋りたいのでまた来てください待ってるな 追加でお話し変えもうてありがとうサクパありがとうございます。